幽霊！もうそこに幽霊がいるってことだよ。なんなんだよ、あなた。もしかしてあんたたち幽霊か。あ、でよ、おっさん名前は？千葉ですけど。で、おっさんは？なんでここにいんだよ。いや、なんでって。いや、もうおっさんの番なんだ。みんな話し終わったんだ。私、お恥ずかしい話なんですけど、そのせやらだからな、俺たちは死んでるったら死んでんだ、信じろ、これ。死んでたな、だから言っただろ、俺たちも死んでんだって。娘がその、いわゆる炎上交際ですかね、してるような。ちまた、自分の娘が炎上してるんじゃないかって言ったんだろ。何が変更？ちょっと一体それどういうことですか？この間から一体何なんですか？実は妻は、ああ、浮気か。それしてるのは間違いない。なんで分かったんですか？まだ何も言ってない。さっきみたいに指定してくださいよ。あいつを助けるのは俺たち情報できたり住んでる。確かにそうですね。娘もおめえの神様も生きてんだろ。毎日家で会えんだろ。だったらな、そうやって昔仲良かった頃を懐かしがってんじゃねえぞ、これ。お前はだって生きてんじゃねえか。さよなら、あの頃の僕へ、今日からまた始めよう。虹った空は、なあなあ、描いてゆこう。